さあ、来ました来ました、とうとう今度はね、スカシアンドビーさん登場でございます。このキーボリー、あ、すいませんね、はい、そうですもんね。あ、なんかこうカラフルなね、譜面台っていうのがいいですね、お揃いでね。いつもラブリーですね、ラブラブで。ね、皆さんもこうご夫婦結構何人もいらっしゃると思いますけども、ラブラブですねって言われてはいと言われる方はなかなかいませんからね。素直に言われるこのね、スカシアのミピはものすごくいいなと思っておりますけれども、ガビちゃん、じゃあこれお願いします。今日はまたなんか新曲かなんかあるとかないとか、ないとかあるとか、構成が化粧品みたいですね。はい、じゃあマイクをお渡しますので、それでは準備いいですか。はい、すぐに差し込みますから、いいですか。じゃあマイクをお渡しいたします。カシアのインピーさんで、慌ててるこの世。
せるかしら私の行く先を鮮やかに
心を舞鶴ままに我も行く、さらば座るよ。誰かがこの道を、ああいつの日か誰かがこの道を、我は行く真剣です。言うとそう吠えたよ。またですね、メッピーの歌声で癒されていただきたいと思います。ここのね、あの会場がね、桃色にね変わりますよ。
取れるとね、自由の身って感じがします。なんかね、ピーちゃんこんな大変なことしてて、ね、なんか他にもね、ガンちゃんとかね、なんかみんなこうギター頑張ってるの見ててね、いやすごいなってしみじみ、あの夫のですね、こう頑張りを感じた昨日でした。昨日でした。え、次はですね、長渕剛さんのなんぼのもんじゃいを言ってみたいと思います。